やはりあれはただの夢ではなかったか。実に壮観で異常な光景だ。聖典で予言されたアポカリプスの時のようだな。全ての死は真実であり、また偽りでもある。輪廻の中で我々は死ぬことすら許されていないからだ。すまない、こんな時にそんな話をしても君の負担を増やすだけだろうな。とても残念だが隊長、君と付き合う時間は短かった。これが私たちの最後の会話になるかもしれん。別れを告げるべきかな。輪廻が起動すると全ての人間の記憶が。確かに錯覚と夢という形で曖昧な記憶を残していたな。輪廻の歌詞のようなものだろう。神を冒涜する祈りが二度も許される保証はないが、一つだけ断言できる。私たちは必ず再会する。君は全てを忘れても構わない。輪廻は全ての印を消しはしない。人の心の隙間には記憶の破片が必ず残っている。忘れたら私の元に帰りたまえ。恐れを感じたら私の元に帰りたまえ。次の輪廻でも私は君を待っている。確かに根拠はないな。実はほとんどの場合、主は我々の祈りに応えてはくださらない。あの方は私たちを見守る存在なのだ。私たちの祈りは決意のようなもの。これは君との約束だ。主のご加護がなくても私は全力を尽くしてみせる。実は私は輪廻があってよかったと思っている。後悔していることがあってな。ハウンドを見逃したことは後悔していない。だが昔の自分は何も疑わずに抹殺命令を執行していた。イザックのような無実の者を殺していたかもしれない。輪廻の真相を暴き、自分の権限を超えてもう一つの世界の軌跡を覗いたことも後悔していない。だがあの世界にたどり着く手がかりを残す方法を見つける前に輪廻が終わってしまったことを後悔している。それに一番後悔しているのはこの最後の時、滅びから君を守れないことだ。無力な私を許してくれ。
年齢的には。私はまた何か勘違いをしたのだろうか。すまない。私は人の気持ちを察するのが下手だと昔同僚に指摘されたこともある。Thank you.